はい、皆さんこんにちは。今日はプラグインアライアンスがちょうどキャンペーン中でして、マスタリングソフトの BX マスターディスクプロというのがとっても手頃な価格になっていたので、僕もずっと使っているこのマスターディスクプロというマスタリングソフトを今日はご紹介しようと思っています。今画面にあるのがプラグインアライアンスのマスターディスクプロのページです。右下の方にありますように、通常は$349ということで、日本円に換算しますと約5万円ですね。僕もこれが出た時、待ちに待ったという感じでですね、定価では買えなかったんですけれども、しばらく経ってですね、約3万円台ぐらいの時に購入をしました。それがですね、なんと今は$29.9、約ですね4500円ぐらい、それぐらいで買えるということで、とってもお得なんで、じゃあこの機会に使い方の解説をしようと。このぐらいの価格だったら初心者の人でも手が出るような価格ですので、これを機会に入手をするのはいいんですけれども、すごく多機能な使い方があるのでですね、全部を覚えるというのも大変だし、特に今日は初心者の人がどんな風にこれを攻略したらいいのか、そういうところを絞ってお話をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。このソフトをゲットするときは、プラグインアライアンスにアカウントを登録してですね、二次認証なんかがメールに届きますので、その後ログインをしていただきます。基本的にはメールとパスワードでログインすることになります。それができまして、購入ですね、 Add to Cart というところを押すとですね、カード決済などでこのソフトウェアを購入していただきます。その後は上のメニューのインストレーションというボタンがありますので、ここを押していただきます。そうしますと、ずーっと下の方に行くとですね、ここに Mac 版と Windows 版の2つのインストーラーがあります。インストレーションマネージャーと呼んでいますけれども、今はバージョン 1.2.4、 これをインストールしてください。インストレーションマネージャーというのを立ち上げてもらうと、まずは ID とパスワード聞いてきますので、それを入力してください。僕はもう登録してあるので割愛されています。ここで自分が使うためのプラグインの形式ですね、 AAX と VST2、 VST3 などがありますが、通常の場合は VST3、 これでいいと思います。自分の購入したものはこのようにマイプロダクトという形で右にリストがこのように並びます。ここに BX マスターデスクプロというのがあります。これにチェックを入れてダウンロード&インストール、これを押します。このようにするとインストールができるようになるわけです。この画面が出たらインストールは完了です。 Exit というのを押して終了してください。次に DAW もしくは動画編集ソフトなどプラグインの読み込めるアプリを立ち上げます。そうしますと、いつものプラグインを使うようにですね、僕の場合でしたらこのマスタートラック、ここにマスターディスクプロを入れてあります。ここでダブルクリックをします。こんな感じになっています。画面の中で面積が大きすぎるなと思いましたら、左角のところにパーセントがありますので、例えば 75% にすると少しユーザーインターフェースが小さくなります。 100% に戻します。はい、自分の使いやすい大きさにしていただいたらいいと思います。そして一番先にすることがあります。各ソフトによってバラバラなんですけれども、これの場合ですね、ここにもうすでにプリセットというのが27個ですね、これが入っています。このプリセットはどのようにしたら出てくるかというと、このスタジオ1の場合、ここにプリセットをインポートというのがあるんです。通常 Windows の場合でしたら、ドキュメントの VST プリセットというところに、このようにプラグインアライアンスのメーカーホルダーができています。
ここを開けます。そうしますと BX マスターディスクプロ、これがあります。この中を開きます。そうすると、ここにプリセットがたくさんあります。これをシフトを押しながら全部を選択します。このように選択するわけです。そして開くというのを押すと、このようにプリセットリストに読み込まれるというふうになります。このようにしてプリセットを読み込んでください。特に初心者の人はこのプリセットからスタートをしましょう。ちょっとこのマスターデスクプロ、これのお話に行く前に、まずはゲインステージングをしましょう。ここにスノー AI で作った音楽というのを読み込んでいます。そしてこのトラックのゲインステージングをしていきます。それには VU メーターをここに入れてあります。これを開きます。こういう感じですね。それで VU を測っていきたいと思います。VU は僕の解説ではいつも言うように、この赤い右側のエリアとそして黒いエリアの間に0というのがあるんですが、この0をまたぐような形で設定するのがいいです。そしていろんなメーカーの VU メーターがありますが、ヘッドルームもしくはこのスタジオ1純正の VU メーターではスケールと呼んでいますが、これを18という値に設定をしてください。そうしまして音を鳴らしてみます。はい、どうでしたでしょうか。ちょうど0をまたいでですね、メーターが振ったと思います。このように設定をすると、今度は真ん中のピークメーター、これを見てください。はい、12とマイナス6の間を動いています。今度は下の方のメーターでも確認してみましょう。なるべくわかりやすく大きくしておきます。じゃあ測ってみましょう。はい、このようにマイナス10デシベルあたりを振るようになります。VU メーターが0をまたぐぐらいに設定できたとしたら、ピークメーターの方ではマイナス10デシベル前後ぐらいを示すようになる。だいたいこのようになっています。もちろん若干の誤差はあります。このようにして音源のゲインステージングというのをしてください。なぜゲインステージングが大事かというと、このように適正なゲインでプラグインに入力すればですね、プラグインの働きがとっても良くなるんです。ちょっと難しいことは置いておいて、何せプラグインをうまく働かせるのにはゲインステージングが大事だということを頭に置いておいてください。じゃあここでマスターデスクプロを使っていきます。初心者の方は先ほど読み込んだプリセットというのをミックスバス、スタートヒアというのか、もしくはグルーコンプというのを付けた状態、21番のプリセットを選んでみましょう。そうしまして音を鳴らしてみます。今は何の細かい設定もしていません。バイパスと聴き比べします。バイパスします。入れます。切ります。このようにバイパスしたのと聞き比べていただくと、すごく音が前に出て明瞭になったと思います。迫力が出たという言い方もできると思います。でもこれだけではダメです。今パッと見ますとラウドネスが
とっても大きくって、YouTube にアップしたりするのには適正な値になっていません。ですから、ここから整えていこうと思っています。はい、それでは各セクションのお話を進めていきたいと思います。まず、一番左上のブロック、ここからお話をします。ここは基本的にコンプレッサーのセクションです。TMT コンプというのが一番上にあります。初心者の方にはあまりここは影響がないですので、覚えようと思ってやっていただかなくていいです。これはブレインワークスの1000倍特許のようなものでして、実際に特許も出しています。これはアナログのコンソール、いわゆるミキサーですね。ミキサーというのはワントラックごとにちょっとずつ特性が変わったりします。いわゆるチャンネルを組み立てるときにアナログのノブのボリューム特性とかそういったもので、例えば64チャンネルの大きなミキサーでも一個ずつが違う。それがアナログの良さであったり、また隣同士のチャンネルというのは僕もにわかには信じがたく、そういうハード的な知識は僕はないんですけれども、隣のトラックと隣のトラックが干渉し合うというようなことがあるようなんです。ですからこれをアナログモードにすると、順番に今のように02、03とかダイヤルを回すと1チャンネルずつですね、このように上がっていって、4と5でレフトとライト、そういう風にするとか、もっと大きくですね、7チャンネルと8チャンネルで LR を組み上げるとか、そんなような微妙なことができるというんですが、まああまり大きな影響はありません。これをデジタルモードにすると同じ番号がこのように振られるようになっています。次なんですが、コンプレッサーのレシオですね。回している時には何対何というのが出てきますので、このようにコンプレッサーの圧縮比というのを変えることができます。そしてその隣がコンプレッサーのリリースです。どれだけコンプレッサーで音を抑えるか、まあこれもですね、初心者の方はあまり細かく設定する必要はないんですけれども、でもコンプレッサーで抑えたままになってしまう、いわゆる元の音に戻りにくく、このリリースタイムが長ければそうなりますので、上級者の方は楽器などによってこれを使い分けるというふうにするのも一つでしょう。でもこのソフトウェアは主にマスタリング、いわゆるメインチャンネルに使いますので、ここらもですね、あまりリリースタイムが長いというよりも少し短めに設定するのがいいかもわかりません。そしてその下の2つはとっても使い勝手のあるつまみになっています。左側がグルーと言いまして、最近のマスタリングコンプレッサーではこのグルーコンプレッサーというのが話題に上ったりします。このグルーを上げていくことによってサウンドに一体感が出てきます。後で音を使って実験をしますけれども、これは馴染むコンプレッサーというようなイメージで使っていただけるんではないでしょうか。その隣はクリッパーです。クリッパーというのはあえて歪むほどにコンプレッサーに音を突っ込みます。いわゆるインプットゲインを上げるようなものです。ただし0デシベルを超えないようにですね、上からは圧縮をかけます。でもこれもやりすぎるとですね、大きな歪みになってしまう場合もありますので、そういう音楽を求めているときはこれでクリッピングをさせてディストーションっぽい音を作るというようなことに使えるんです。このセクションは冒頭でも言いましたように、この下の方の2つのつまみ、これは初心者の方も入れてみたり外してみたりしながらチェックをすると、このマスタリングソフトの良さが十分に活かせるような2つのつまみだということを覚えておいてください。そうしまして、本来なら1、2、3とここにですね、ボリュームというのとファウンデーション
というの、そして3番のトーンという、この1、2、3の順番にまずはやればいいということで、本来この順番に説明するのがいいのかもわからないんですけれども、今日の僕の説明はセクションごとでいきます。じゃあセクションを隣に移しまして、このボリュームセクションですね、これはこのマスタリングソフトにどれぐらい音を突っ込むかです。ですからこれを右に上げるとですね、ボリュームが基本的に大きくなります。その上にあるのがセクション、はこのボリュームセクションと言いながらですね、左のコンプレッサーととっても関連が大きなつまみが2つあります。コンプリンクというのは、音楽には基本的に L と R 左右の音があるんですけれども、左右は必ず同じ音じゃありません。左が大きい時、右はちょっと小さいとかいう時に、コンプレッサーのかかり方というのが変わります。ですから左が大きい時はコンプレッサーがしっかりかかろうとします。でも右が小さいわけですから、右には圧縮がかかりにくくなります。これをですね、全くゼロにすると左右別々のコンプレッサーが2台あるような動きをします。これが 100% になるとですね、 L と R のコンプレッションの仕方が似通ったような動作をするというのが、このコンプリンクというものです。その隣のコンプミックスというのは、コンプレッサーのかかりの度合いを調整します。100にすればコンプレッサーがしっかりかかります。0にすればコンプレッサーは全くかからないようになります。これがコンプレッサーのかかり度合いというようなものです。今日は初心者ということも頭に置いていますので、じゃあ初心者の方はそんな難しいこと言われてもわからないというのがありますよね。ですからここは初心者の方はという限定で覚えておきましょう。コンプミックスはほぼほぼ100に近いところにしましょう。そしてリンクも両方同じようにしましょう。ただしまだ細かくは喋っていませんが、 DAW ではこういうプリセットというのが使えます。このプリセットの選び方によっては、ここがこのように100になるものもあれば、このように40、93となるようなプリセットもあります。ですからプリセットを使ってやるときは、ここは何も触らないでやればいいし、プリセットを使うんじゃなくってノーマル、ゼロというのがここにありますが、このノーマルで使うようなときはですね、このコンプリンクはここにあろうがここにあろうがですね、そんなに意識をする必要はありません。そしてこのコンプミックスはプリセットがセットされたようにそのまま使いましょう。そのようにこの2つのダイヤルは覚えておきましょう。特段大きな差はこの2つではないと思います。でも先ほど僕が説明したように、上級者の方はコンプのかかりを左右で変えたいとき、そしてかかりの度合いを調整したいときは、このように調整をしてください。そしたらメーターを飛ばして次のセクションに行きます。ファンデーションというのは至って簡単です。これを時計回りに回すと低音のイメージが大きくなります。いわゆる低音寄りにサウンドが作られるということです。逆時計回りにするとですね、高音が強調されたようなサウンドカラーになります。次に上のつまみです。XL というのは奇数倍音を上げていくことができます。これを上げることによって音に温かみを出したりすることができます。その隣はハーモニックディストーションです。これを上げるとちょっとサーチュレーションというのがかかります。このサーチュレーションというのは、アナログっぽい音作りをする人にはとても有効なパラメーターなんですけれども、この2つのつまみ自身は初心者の方はあまり気にしないでいいと思います。ですから若干倍音を増やすために XL をオンにして 20-30% のところに置いてみましょう。
耳が鋭い方は音にあったかみが出たことがわかると思います。でも音に鈍感な人は、へ、何も変わらないなと思う可能性が大きいです。THD の方も同じです。あまり大きな影響がないですし、クリアーな音を作りたい人はここをオフにしておきましょう。次の右のセクション。これがリミッターセクションです。いわゆる音の最後の部分を設定するというところです。音は0デシベルを超えなかったら音割れはしません。ですから、このソフトを使って、ここが0、もしくは0より少し小さな値ですね。まあ、ここはどれぐらいがいいかというと、3も4も下げていくんではなくて、通常のマスタリングであれば、マイナス1までぐらい、このぐらいまでにしておくのがいいと思います。ちょっとロックっぽい賑やかな音楽の場合は、これは0のままでもいいでしょう。そして安全パイとしまして、このトゥルーピークというボタンをつけておきましょう。これは安全装置のように思って、初心者の方は必ずつけておくというふうにすると、0デシベルを超えたり、自分のターゲットにした、例えばこれマイナス 0.6 にしましたが、それを超えなくなります。でも、これを外しておくと、プラス 0.2 前後ぐらいだけですね、音によっては大きくなる可能性がありますので、ぜひともこれはオンにしておくのが無難です。次に、このリミッターリンクというのは、そのまま100でいいと思います。そして、このリリースですけれども、通常ですね、2か3ぐらいにセッティングしておくといいです。リミッターというのは、コンプレッサーと同じような働きをしますので、3ミリセックなんて言うと、とっても瞬間で音を一旦離すようになります。コンプレッションをしっかりかけたいときは、これが長ければいいように思うんですけれども、リミッターの場合は、ここまでの間で自分の好きなサウンドカラーを作り上げているのでですね、ここであまりリリースタイムを長くしすぎると、また結果が変わりやすい。ですから、10ミリセック以下ぐらいにしておくのが、リミッターとしては最適なんではないかなと僕は考えます。次に、ターボというのがあります。リミッターに入る前の原因になります。通常は 0.0 になっていていいんですけれども、例えば、ラウドネスメーターでちょっと大きいなというような時は、これを上げ下げするといいです。例えば、このボリュームを変えることによっても、ラウドネスやピークは変わるんですけれども、ここまでで音作りをしているのに、1となってる一番最初を変えるとですね、全部が変わってきてしまいます。ですから、これは最終の原因だと思ってください。ちょっと鳴らして聞いてみましょう。ラウドネスメーターを立ち上げておきましょう。はい。このままで音を鳴らしてみます。はい。今、インテグレーテッドが 16.5 というところを指しました。全体を測っていないので、この 16.5 というのは完全に正確な値ではありません。いつもよく話しするように、YouTube というのはマイナス13からマイナス 14LUFS ぐらいが理想的というふうに言われています。まあ、これは必ずということではないんですけれども、大体の目安としてそう覚えていたとしたならば、このマイナス 16.5 というのはちょっと小さいですよね。こんな時にこのターボというところで調整をするんです。やってみましょう。忘れてしまおう。風に乗せてどこか遠くに飛ばしてしまおう。平気になれ君に
はい、今 14.3 という値を示しました。このようにですね、車のターボエンジンと同じです。もうちょっと孵化したいとき、そんなときにこのターボが使えます。ただしですね、一番最初に突っ込むこのボリュームですね、このところが最初からあまりにも大きすぎる、あまりにも小さすぎたら、このターボはまあ微調整みたいなものですから、これの範囲でできなくなってしまいますので、これを最初は0ぐらいにしたときに、まずは正確なラウドネスになるぐらいにボリュームを作っておかないといけません。このようにですね、最初にここで作ったり、もしくはもちろんここでグルーを入れたりクリッパーを入れたりすると、もちろん音は上がりますから、それも含めて調整しないといけません。ちょっとグルーを入れてみましょう。はい、グルーはコンプレッサーの一種ですから、思いっきり上げるとですね、少しずつ音は下がります。ですからこれはマイナスの方にも動きます。はい、音の馴染みが良くなります。で、クリッパーを入れます。このクリッパーの方は上げれば上げるほど音圧は上がってくるという風になります。じゃあ上の段はこれで説明が終わりました。次は3トーンというところのお話をします。これはもう聞くだけでよくわかります。左からベース、そしてミッドですね、そしてハイ、そしてプレセンス。これはですね、超高音と言ったらいいんでしょうか、音のキラッとする部分、そこを上げるようになります。ちょっとやってみましょう。低音を上げます。次中音。はい、このように簡単なイコライダーがついているんです。通常のイコライダーのように思っきり高音を上げるとか、思っきり低音を上げる、もしくは下げるというような機能ではありません。なぜならマスタリングソフトだからです。で、どうしてももっとですね、音に変化をつけたいという時は、その下にイコライダーセクションがあります。これは上と違って周波数をこのように設定をして上げたり下げたりできます。でもこれもですね、通常のイコライダーというのは12デシベルぐらいプラスマイナスできるものが多いと思うんですけれども、これは6デシベルです。
ですから、とってもよく聞くイコライザーではないということです。でも、先ほどとは少し違いますので、下のイコライザーは、先ほどよりは効き目が大きいです。よくわかりますね。今度は中音。昨日のことは忘れてしまおう。風に乗せてどこか遠くに飛ばしてしまおう。これらには急カーブもあります。そして低いところと高いところにはイコライザーカーブが、これシェルピングって言うんですけれども、山になるんではなくって、最後は上がっていく方もしくは下がっていく方になだらかにカーブを描く、この Q を一番小さくするとそういう風になります。そしてこれが少し上がれば Q のカーブがなだらかになったり尖ったりするようになっています。ですから効果が効く範囲が広くなったり狭くなったりするというような急カーブを設定することができるようになっています。いっぱい覚えることが多いですが、次はステレオ関係のところでお話をします。ステレオといっても、このソフトは MS モードでステレオ感を表現するようになっています。ここでステレオ感を上げたり下げたりするんですけれども、それには A、B、C、D と4つのプリセットが仕込まれています。僕もしっかりマニュアルを読んでいないんですけれども、特徴が若干ずつ違うというだけでですね、あまり大差はないんですけれども、自分の好みに合わせてチェンジすると良いでしょう。ちょっとずつ音が違うことは誰がやってもわかります。強くしておきます。多分サウンドに慣れてない初心者の方は4つの違いがほぼわからなかったと思います。まあその程度のものだと思っていただいても初心者の方にはいいんだと思います。そして次はパンなんですけど、このパンは普通の LR のパンとは違います。ミッドにだけ効くパンです。いわゆる MS モードというのはすごくざっくりした言い方なんですけれども、低音とか中音までは真ん中に音があって、サイドの方には高い音がある、そういう風に分けたステレオの考え方なんですね。その真ん中の部分、いわゆる中音より下の部分ですね、その部分だけを左右に振ることができます。そうはいえども全体が左寄ったり右寄ったりするような感覚になると思います。ちょっとやってみましょう。これはどんな時に使うかというと、例えばメインボーカルって通常の場合はセンターにあったりします。でもサブコーラスの人はちょっと左に 30% ほどパンを振ったり、 B のコーラスの人は右に 50% ほどパンを振ったりしているとします。その最終段階で全体的なコーラスが真ん中あたりから聞こえないと
偏ったように聞こえたりする場合があります。そんな時にミドルのパンというのはうまく使えてですね、ちょっとだけ左右に位置を移動するというような時にうまく使えるんではないかなと思われます。その次はモノメーカーという機能です。これもブレインワークスの特徴的なパラメーターなんですけれども、通常の音楽というのは低音部分はあまりステレオになっていない方が土台がしっかりして安定感があります。どちらかというとモノラルに近いような形になっているのが理想と言われたりします。まあ一概には言えません。それをこの右にあるメトリック AB、 このソフトで確認をしてみましょう。これで音を鳴らしてみます。はい、このようにですね、上の方は広がっていました。下の方はほとんど広がりがなかったですよね。よく見ててください。もう一度やります。元気になれ魔法の子。これでですね、今先ほどのモノメーカーというパラメーターを上げていきます。そうすると低音部分がより真ん中に寄っていきます。先ほどのところは多分100電語だったと思うんですけれども、これをもっと上の300までするとですね、かなり下がモノラルになります。見ててください。まずはオフから上げます。はい、低音が一直線になりました。モノメーカーというのはじゃあどれぐらいにしたらいいんだということになります。これは上級者の方はもう自分の好みで低音の安定感を作ってください。初心者の方はそう言うと全くわからなくなりますので、だいたい100電語ぐらい、これぐらいに合わすとちょうどいいと思います。その隣に行きます。次はステレオの幅です。このパラメーターはステレオウィズと読みます。ウィズスというふうに書くんですけれども、英語読みではウィズというふうに読むのがいいとか言われていますけれども、まあワイド幅のことです。これが上の方を向いてて100の時はですね、入力してきたステレオ幅と変わらないんですけれども、これをずっと上げていくとステレオの幅が広がります。で、これ広げすぎるとまた問題があるんで、ここも初心者の方ということを限定に言いますと130から140までぐらいにしておく方がいいです。十分なステレオ感がある場合は全く触らないで100のままでもいいと思いますが、ちょっと広げた方が人間の感覚で言えばゴージャスになったような感じがするので、少し広げるのがいいかもわかりません。広げたのと広げてないのを右のメーターで見てみましょう。魔法の言葉、元気になれ。はい、これでモノラルになりました。今度は広げます。広げすぎると悪いことがあります。このメーターはコーレーションメーターというのがここについています。これで測るとですね、あまり広げすぎると位相が反転してしまいます。ちょっとやってみましょう。はい、今68にしました。すると折れ線グラフがかなり上の方に行きました。今度はこれを思いっきり広げます。風に乗せてどこか遠くに飛ばしてしまおう。
はい、線がかなり下の方に来ましたね。下の方に来たから悪いというわけではないんですけれども、あまり半分より下、いわゆるこの赤いところに来るとですね、位相が逆転しているという状態になりまして、音が不安定になる場合があるということなんです。ですからこのステレオ幅というのはですね、さじ加減というのが必要になるというふうに覚えておいてください。それでは先に説明するべきだったかもわからないんですけれども、イコライダーの仲間としてハイパスフィルターとローパスフィルターというのがあります。これをまず一旦オフにします。そしてスペクトラムを見てみます。今のイコライダーカーブを覚えておいてください。ハイパス入れます。この低音部分が削られます。オフにします。はい、低音部分が上がってきましたね。今度はローパスフィルター、はい、このローパスフィルターは最低が15キロです。ですからあまり大きな影響はありません。通常のイコライダーについているハイパスフィルター、ローパスフィルターだと、もっと下を削る、上を削るということができるんですけれども、何度も言うようですが、このソフトはマスタリングソフトです。大きくイコライザーを変える目的でこのソフトを使うわけではないですので、微妙なところでちょっと低音がモコッとするな、高音が耳につくな、そういうような時に使うためのハイパスフィルター、ローパスフィルターですので、かかりはそんなに強くないというふうに覚えておいてください。あとセクションは2つです。左側のここにありますのがディエッサーというものです。ディエッサーって通常の場合はボーカルなんかによく使われます。それは歯ぎしり音もしくは視察音とか呼ばれていますけれども、さしすせそのようにすすとこういう息の成分のようでちょっと耳障りになるような、そんなところをカットする、そういうものだということです。またマスターリングということであれば、歌だけではなくって、例えばドラムのライドシンバル、キンキンカコンカキンキンカン、そんな音がですね、ちょっと耳につきすぎるなと思うような時にこのディエッサーは使えるんですけれども、じゃあこのディエッサーの周波数というのはここで設定できます。6とか7とか10とかあるんですけれども、ボーカルの視察音という音はですね、女性の場合10キロもしくは9キロぐらいのこの辺のあたりにあります。男性の声の場合は5キロ前後ぐらいとかにある場合が多いんです。それを目安と思って覚えておくと使いやすいかもわかりません。これをですね、設定して、そしてこれをぐーんと上げ下げしたりするとイコライダーに谷ができます。ちょっとやってみましょう。こぼれ落ちたけど歩き出そう。今は何も変わっていません。上げます。7キロぐらいにしています。
この谷ですね。じゃあ実際の音ってどんな音か、これを探るときにこのソロボタンというのがとっても有効になります。じゃあこれで聞くとですね、視察音だけが聞こえるようになります。はい、このようにこれで音が切れるんです。はい、これはこのボリュームが大きければ大きいほど音を切ってくれるんですけれども、あまり不自然に切りすぎると、例えばボーカルの場合全くブレス音がないとかですね、そのサシスセソが全くサッというようなかすれ音と言ったらいいんでしょうか、それがなくですね、全てがサみたいになったらですね、いわゆる音楽の色気と言ったらいいんでしょうか、そういうものがなくなってしまってサシスセソになってしまいます。やはりサシスとこう息が抜けるような、そういう音も欲しいわけですから、この取り加減のさじ加減、これが上級者になってくるとより微妙にできるということです。そして初心者の方はこの音自身がなかなか聞けない方もいてるんですね。このディエッサーというのは全体の中での優先順位というのはちょっと低めかもわかりません。でもボーカルにサッとこんな音がたくさんあって耳障りだなと思ったら、このディエッサーを使いましょう。さあ最後のユニットです。これはまたほとんどわかりにくいです。ですから初心者の方は無視していいぐらいのことだと思ってください。レゾナンスフィルターと言います。これは低音がなんとかもこもこもったりしてるなとか、高音がなんとか耳障りだなとか思うような音をカットしたりすることができます。ここにスイッチがあって、スイッチを入れたらカットができるんですけれども、それはどの辺をカットしますかということで、ここで周波数を合わせてですね、もしくはこの周波数で合わすだけじゃ分かりにくいときは、できたらこの急カーブをまずは上に上げておくんですね。いわゆるその辺全体にフィルターをかけるようにしておいて、そしてその後微妙にこの周波数を設定した後はこの急カーブを下に下ろす。これなぜかというとですね、先ほどからも言ってるようにこのソフトはマスタリングソフトです。もう音は大方出来上がったものを整えるという役目が中心的ですので、せっかく作った自分が気に入った音をあまり変えたくはないわけですね。ですからこの急のカーブをなるべく狭い範囲にしてですね、嫌な部分だけを取れるんなら取る、もしくはその嫌な部分がかなりの周波数の範囲があるんであれば、もちろんこれは上にしておく方が効き目が大きくなるんですね。これはこちらは高音の部分ですが、これも同じです。例えばシンバルの音がどうしてもキンキンするとかいう時に、7キロ8キロぐらいのところをレゾナンスフィルターをかけたりするとなんとなく和らぐとかいうことで、上のディエッサーともよく似た感じがあるんですけれども、レゾナンスという言葉の意味というのは共振とか共鳴とか言ってですね、初心者の方にはとっても分かりにくい部分です。その共振共鳴をこのソフトではカットをして減らす方向にセッティングするというのがこのセクションの役割です。冒頭に言いましたように、なんとなくモコモコする低音の嫌な部分、もしくは高音のなんとなくカリカリする、そんな部分を微妙にカットしてくれる、それがこの
レゾナンスフィルターの役割です。最後にこのソフトの使い方を順を追った感じで説明をします。まずは VU メーターで音を整えます。このようにデロをまたぐぐらいの感じで音を合わせます。そうするとこのピークメーターを見ててください。はい、このようにマイナス10デシベル前後ぐらいを動くようになります。そうしまして本来はたくさんのトラックがあって音が作られるわけですけれども、もう2ミックスになってる場合、マスターデスクプロを0からスタートします。グルーもそしてクリッパーも入っていない状況、そしてボリュームも0の状況です。これでだいたいマイナス13ぐらいを狙うぐらいに音を作ります。今マイナス15ぐらいで少し足らないのでターボで上げます。はい、こんな形で使っていただいたらいいんではないかなと思います。今日はちょっと長丁場になりましたが、一つ一つのブロックをチャプターもつけておきますので、ゆっくり見直しながら、せっかくのマスターデスクプロですね、特にキャンペーンで買われた人は本来なら5万円ぐらいするものが4500円で買えている人もたくさんいると思います。安くゲットしたプロ用のマスタリングソフトを上手に使っていただいて、自分の音作りに活かしてください。それでは
今日も長い時間ありがとうございました。またねー。